パンパンとは、典型的には、小麦粉やライム粉といった穀物粉に、水、酵母、塩などを加えて作った生地を発酵により膨張させた、あと、焼くことで出来上がる、防火食品。世界の広い地域で主食となっているが、甘みをつけたおやつ用のパン、菓子パンもある。アブラハムの宗教では、儀式、ミサにおいて用いられる。 パンの典型的な製法は、小麦粉やライ麦粉などの穀物粉に水などを混ぜて、パン生地にし、酵母か、パン種を、パン生地に混ぜ込んで生地を発酵させることで、発酵の際に生じる二酸化炭素により、パンチを膨らませ、さらにそれを加熱するというものである。酵母とは微生物、菌類の一種で、パンの製造にはこれを糖蜜などで培養したものを、用い、これによりパンは、 アルコール発酵する。一方パン種とは、穀物や果実などに付着している酵母その他複数の微物を利用して作られた液状内し生地状のものである。パン種に入っている微生物としては、例えば乳酸菌や麹があり、乳酸菌が乳酸発酵することで、パンに酸味が加わる。加熱方法は全体に熱が通るようオーブンで焼くというのが典型的だが、 パンの種類によっては、パン生地を平たくして焼くもの、フラットブレッドや、蒸すもの、揚げるものもある。また発酵させずに、重曹や、ベーキングパウダーといった化学的膨張剤の、化学反応による二酸化炭素で膨らませるものもある。クイックブレッド。種なしパン、無発酵パンなどと呼ばれるパンは、そもそも膨らませることを行わず、フラットブレッドとするものが多い。 これらを表にまとめると以下のようになるパン生地には味付けのために塩、砂糖、レーズン、ナッツなどを練り込んだり別の食材を生地で包んだり生地に乗せたりするものもある。また焼き上げた後さらに加工したパンもある。焼いた後に揚げる揚げパンなど。工房で発酵させるパンの製法の一例は下記の通りである。一般的に生地に用いられる。 穀物粉は次のようなものがある。これらのうち、最も一般的なパン製造の材料は小麦粉である。これは、小麦粉の中にワグルテンが含まれるため、水を加えてこねることで、粘りが出る上、酵母を使って発酵させると、生地が膨らみ、柔らかく微味なパンが作れるからである。これに対し、大麦やライ麦といった他の材料でワグルテンが形成されないため、 パンは固く重いものになる。ライ麦の場合、グルテンがないため酵母で膨らませられず、乳酸菌主体のサワードをによって膨らませるが、小麦粉に比べて、膨らみは悪く重いパンとなる。このほか、メキシコのトルティーヤのように、トウモロコシ粉を用いたり、ブラジルのポンデケージョの、キャッサバコ、エチオピアのインジェラに用いるテフの粉など、世界各地では、様々な独自の材料を用いている。 近年では日本において米の利用促進や製造技術の進歩により米粉から作られる米粉パンの利用が増加している小麦粉には様々な種類があるがパン作りに主に使用されるものは強力粉であるこれは強力粉にはグルテンが多く含まれるためよく膨らみふっくらとしたパンを作ることができるためであるこれに対しあまり膨らませる必要がなくどっしりとした フランスパンなどを作る際には、強力粉より1%ほどタンパク質の少ない順、強力粉、フランス粉が使用される。質が酵母、イーストは、小麦による発酵パンを作る際には必須の材料である。パン作りに使用される酵母は大きく分けて、工業生産された酵母と、自家採保した酵母、天然酵母とに分けられる。工業生産されたイーストは、生イースト、 ドライイースト、インスタントドライイーストの3種からなる。生イーストは1週間ほどで使用期限が過ぎてしまうため乾燥させて長期保存ができるようにしたドライイーストが作られさらに予備発酵過程が不要で直接粉に混ぜ込めるインスタントドライイーストが開発された。ライ麦の場合には蒸気のように乳酸菌と酵母を主体に複数の微生物を共培養させた伝統的な パン種である、自家酵母種のサワードが使われる。自家酵母種には他にも、アンパンなどに使われる米と麹で作る酒種や、ホップ種、ヨーグルト種、レーズン種など、様々な酵母種が存在する。なお、パン生地の発酵過程においては、環境中の浄剤、人意添加されていない、乳酸菌は食味を改善する重要な働きをしている。蒸気の生地材料に、 必要に応じて各種材料を加える。ほぼどのパンにも使用されるものは蒸気の他には水と食塩のみであり、この種材料4種、穀物粉酵母、水、食塩のみで作られたもの、または他の副材料の配合が少ないものはリーンなパンと呼ばれ、余計な雑味が少なく穀物本来の味が生かされるために主に食事用のパンに用いられ、水は 香水よりも軟水の方がパンは膨らみやすく良いとされる。塩には味を整えるほか、酵母の活動を遅らせたり、雑菌の活動を抑えたり、グルテンを強固にするなどの作用がある。この他の材料はパン作りに必須ではないが、パンの味や仕上がりに大きな影響を及ぼすため副材料としてよく使用される。砂糖、鶏卵、牛乳、バター、オリーブオイル、ラード、 ショートニングなどが主に使われる副材料である。こうした副材料を多く配合したパンはリッチなパンと呼ばれ甘くふっくらと仕上がるため菓子パンなどに多く用される。また大規模工場での製造によく使われる添加物として蒸気の他に炭酸水素、ナトリウム、ソルビット、乳化剤、イーストフード、シ素酸、カリウム、アスコルビン酸、ビタミン C、グリシン、 タンパク質、酒白子由来、大豆由来、小麦由来など、着色料、増粘多糖類などがある。生地以外に、ナッツ類、ドライフルーツ、ジャム、肉類、チーズ、生クリーム、豆類、野菜類、各種調味料などを用いる場合もある。これらは主にパンにトッピングしたり具として、中に入れたりして使用することが多い。天然酵母との言葉に対する、 統一的な定義はなく、現在の日本では、野生酵母を使用して製作した物品に対して、使用されていることが多い。天然酵母表示問題とは、工場由来の酵母、ドライイーストや、ベーキングパウダーではなく、野生酵母を、自家最終捕獲し培養した種を使用したパンに、天然酵母種あるいは、天然酵母などのように点をセットごとして使用する、ことで、 が行われている問題である。背景には、日本のパン業界では、生パン用酵母の故障として、英語のイーストが、寛用的に使用され、原料表示している。しかし、野生酵母を独自に最終捕獲し培養して、パン製造に用いる、伝統的な手法は、有料株に遭遇できた場合、人意添加していない、乳酸菌の作用と、 相まって、工場由来の酵母とは異なった複雑な、うまさを持ったパンが生産できることもあるが、劣悪な野生酵母禁酒に遭遇すると発酵力が弱く膨らみや風味に欠けるパンになってしまう。したがって、品質安定性とコストの面から大量生産を行う工場では、不安定な野生酵母は採用されずパン製造に適した株を選抜し純粋培養した。 工場由来の工母が使用されているが、この内容を正しく理解している一般消費者は少ない。従って、天然工母に代わる適切な表示が望まれるとする見解がある。パン生地の作り方として、最も単純で古くからあるものは、材料をそのまま一度に混ぜ込んでこねる磁気こね法、ストレート法であり、現在でも家庭でのパン作りにおいてはこの方法が主流出る。 これに対し、まず材料の70%程度をこねておいて、発酵させ、中種とし、それに、残りの材料を混ぜ込んで作る、中種法は、柔らかな生地ができる上調整がしやすく、大量生産に向いているため、大手のパン製造業者のほとんどが採用している。粉の20%から40%程度に、同量の水と酵母を混ぜ込んで作る、液種法、水種法、ポーリッシュ法や、 一晩置いた中種を新しい生地の10%から20%混ぜて作るラーメン法などの方法もある。発酵させるパン作りの流れとしては、まず材料を混ぜ合わせ、こね上げて発酵させる。これを一時発酵と呼ぶ。中種法の場合はこの後残りの材料を混ぜ込んで、もう一度発酵させる。一時発酵が終わると、発酵したパン生地のガスに酸化炭素を抜き、 状態を整えた後で、もう一度発酵させる。二次発酵。二次発酵後、生地を切り分けて丸め、一旦生地を寝かせ熟成させる。寝かせた生地は成形し、この過程で再びこれまでに溜まったガスに酸化炭素を抜いていく。パンの形が完成すると、もう一度最終的に発酵させ膨らませる。そして膨らんだ生地を焼き上げて、パンが完成する。 パンのできるまでの一つの例を以下に図示する。パンの市場規模は巨大なものであり、世界のかなりの国において製パン産業が成立している。大手食品企業による工業生産されたパンが大量に供給される一方、地域に密着した中小パン製造業者や個人経営のベーカリーなど様々な種類の業者が存在する。各国の食文化との関係で、 それぞれの国において好まれるパンの傾向は異なる。まず、原材料である小麦の開花、収穫時期である5月から8月に雨が多く降るとグルテンの形成が悪くなるため、フランスなどこの時期に雨が降りやすい地域では柔らかいパンが作りづらいため硬いパンが作られる。次に、ヨーロッパではパンは主食であるため、あまり余計な味付けをせず、 小麦粉本来の味ありを楽しむ。また、肉食が中心で硬い歯ごたえを好む傾向があるので、表面をあえて硬く焼き、表面のパリパリとしたクリスピーな食感、かすかに漂う焦げた香り、ややスモーキーなフレーバーと中の白い部分の食感とのコントラストを楽しみ、それを好む傾向。それこそがパンの美味しさだと感じる傾向がある。ヨーロッパ人の中には、 日本を旅行して表面までふにゃふにゃしたパンバリがスーパーなどで売られているのを見てこんなものはパンじゃないと感想、不満を漏らす人もいる。それくらいクリスピーな食感というのはヨーロッパ人にとって大切なものなのであ一方、日本においては主食の地位には米飯があったためパンは主食としてよりもむしろ惣菜や菓子として主に発達した。 主食として使用される食パンにおいても、日本人は米飯という極めて柔らかい主食に慣れていたため、米飯に似せて水分を多くした柔らかなパンが好まれる傾向にある。人類は農耕、農業を始めるより早く採取した植物でパンを焼いていたと推測される。ヨルダンでは約14,400年前の化石化したパンが発掘されている。 テルアブフレーラ遺跡で最古の小麦とライ麦が発見されている。麦は外皮が硬いためいったり、石で引いて粉状にしたりしたものに水を加えて煮て上々にして食べ始めたと発掘物から推定され。また、チャタルヒューク遺跡の後期においてパン小麦、寒暖に強いため広範囲で栽培でき、グルテンが多いため膨らますことができるが発見されている。なお、 パン小麦の親が二粒小麦、野生種同士の一粒小麦と、くさび小麦のこと野生種のタルホ小麦であることを発見したのは、木原としである。トゥワン遺跡、スイスの仮想、紀元前3830から3760からは人為的に発酵させた粥が発見され、中層、紀元前3700から3600からは、灰の下で焼いたパンと、 パン用上設備で焼いたパンがみなされている。上々のものを数日放置すると、自然の質が酵母菌や乳酸菌が取り付き、自然発酵をはじめ、サワードができる。当初これは腐ったものとして捨てられていたが、捨てずに焼いたものが食べられるだけでなく、柔らかくなることに気づいたことから、現代につながる発酵パンの製法が発見されたと考えられている。パンは当初、 大麦から作られることが多かったが、次第に小麦で作られることの方が多くなった。古代エジプトではパンが盛んに作られており、給料や税金もパンによって支払われていた。発酵パンが誕生したのもこの時代のエジプトである。古代ローマ時代になるとパン屋や菓子パンも出現した。ポンペイから当時のパン屋が発掘されている。すでに石でできた大型の引き薄が使われていた。 ポンペイで出土したパンとほぼ同一の製法、形のパンは現代でも近隣地方で作られいる。この時代から中世まではパンの製法等には大きな変化はなかった。ヨーロッパ中世においては小麦のパンが最上級のパンとされたが、特に農民や都市化層住民は小麦に混ぜ物をしたパンやらい、麦パンを食べることが多かった。飢饉の際にはさらに混ぜ物の量は多くなった。 また、当時は大きな丸いパンを薄く切ったものをトランショワールと称して皿の代わりに使用していたことや穀物以外の栄養源が不足していたこともあり、15世紀のフランス・オーベルニュの貴族は一人当たり 500kg のパンを年間に消費していた。この頃にはすでに都市にはパン屋が成立していたが、都市の当局は住民の生活のためにパンの価格を一定に抑えるよう規制を敷いており、 このため小麦など原料の価格が高くなると価格は一定の代わりにパンの重さは軽くなっていったり混ぜ物が多くなったりした。しかし都市の当局は一般にパンの質に対しても厳しい規制を敷くのが常であった。パンは人々の生活に欠かせないものであり、パン屋のツンフとは肉屋と共に半ば公的な地位を持ち大きな力を持つことが多かった。 この場合のパン屋とは、自らこう練りパンを焼き上げるまでを一貫して行うもののことで、市民が練った粉を持ち込んで、手間賃をもらってパンを焼くものとの間には明確な格差があった。農村においては、領主の設置したパン焼き用を、領民は利用せねばならないという使用強制権が設定されていたが、後には農村でもパン屋によってパンが焼かれるようになっていった。 18世紀頃からヨーロッパでは徐々に市民の生活が向上し、また農法の改善や生産地の拡大によって小麦生産が拡大すると、共に小麦が食生活の中心となっていき、量の面でもライ麦に変わって小麦が中心となっていった。その後、大型のオーブンの発明や製粉技術の発達により大規模なパン製造業者が出現した。 19世紀に入って微生物学の発達により酵母の存在が突き止められこれを産業化して野生の質が酵母を選抜姿勢パンに適した菌種を単一培養したイーストを使うことができるようになったまた酵母の代わりに重曹やベーキングパウダーで膨らませたパンも作られるようになった他現代では一連の冷凍解凍発酵までの生地の発酵管理に 自動温度管理を行う発酵室を用いるな、発酵の技術の向上も見られる。日本では、古くは、虫餅、麦餅、麦麺、うひし餅、麺法とも表記したが、現代日本語ではポルトガル語のパンに由来する、パンという語を用い、カタカナ表記するのが、一般的である。フランス語、やスペイン語、でも、パンといい、イタリア語、デパネという。これらは、ラテン語のパン。 食料を意味するパニス、パニスを語源とした人へである。日本統治時代に日本語を経営する形で、台湾、台湾語、発火語でもパンと呼ばれ、韓国でも韓国語でパンと呼んでいる。英語では、と呼ぶ、中国語圏での漢字表記は、パン、など。安土桃山時代に、ポルトガルの宣教師によって、西洋のパンが日本へ伝来した。天文12年。 1543年に種ヶ島に漂着したポルトガル船により、鉄砲の伝代とともにパンが伝わるが、その後キリシタン禁教令によりパンの製造も禁止され、デジで細々と減少された。江戸時代に日本人が主食として食べたという記録はほとんどない。一説にはキリスト教と密着していたために製造が忌避されたとも言われ、また、 当時の人々の口には合わなかったと思われる。江戸時代の料理書にパンの製法が表されているが、これは現在の中国における満島に近い製法であった。徳川幕府を訪れたオランダからの使節団にも、この種のパンが提供されたとされる。1718年発行の午前菓子秘伝書には、酵母菌を使ったパンの製法が記載されている。酵母菌の種として、 甘酒を使うという本格的なものであるが、実際に製造されたという記録はない。最初に、パン、片パンを焼いた、日本人は、江戸時代の末の江川英流とされる。平岳に長けていた、ニラ山の大官の江川は、戦場で飯を炊けば煙が上がり的に気づかれると、考え、兵糧としてのパンの有用性に着目し、長崎の料理人をニラ山に招き、 1842年4月12日に、伊豆のニラ山町の自宅で、パン焼きかまどを作成し、パンの製造を開始した。このため、彼を、日本のパン祖と呼ぶ。1855年に柴田方よりが、長崎で、パン、ビスケットの製法を習得して、水戸藩に報告。1858年、横浜ホテルが誕生し、洋式のパンと料理を提供し、この頃各藩でも、 兵糧パンの製造を相次いで始める。1859年に欧米諸国との貿易が始まると、幕府は横浜に外国人の日用食料品外、お菓子長屋を建て、日本人によるパンの販売が始まる。1865年には横浜製鉄所、横須賀造船所等の寄港に伴って、フランス人技術者が多数来日し、フランス式パン、ケーキが伝えられる。 明治時代に入ると文明開化の波の元パンも本格的に日本に上陸するものの米食志向の強い日本人には主食としてのパンは当初受け入れられなかったこの状況が変化するのは1874年に木村屋総本店の木村安兵衛が案パンを発明してからであるこれは好評を博し以後これに習って次々と菓子パンが開発され さらにその流れで、惣菜パンも発達した。ついで、テオドール・ホーフマンが、桂ツ一、軍人にパン食を進めてカッケが治り、評判となり、カッケ防止のために、パン食導入の流れができた。日本海軍では1890年、明治23年2月12日の海軍領食条例の交付によって、いち早くパン食が奨励されていた、日本のカッケ市参照。 1901年には中村屋が創業1905年に考案したクリームパンで成功する。日露戦争第一次世界大戦により軍用パン製造が盛んになりパン業界が飛躍的に拡大する。第二次世界大戦後学校給食が多くの学校で実施されるようになるとアメリカ合衆国からの援助物資の小麦粉を使って パンと脱脂粉乳の学校給食が開始され、これが日本におけるパンの大量流通のきっかけとなった。これにより、1955年以降、日本でのパン消費量は急増していった。現在、日本においてパン食の割合が特に高いのは近畿地方である。日本におけるパンの年間生産量は、2005年には食パンが60万1552トン。 菓子パンが37万1629トン、その他のパンが22万3344トンとなっており、約半分を食パンが占めている。同年の一世帯あたりの年間パン購入量は、食パン19216グラム、その他のパンが2万725グラムである。日本のパンの生産量は、平成3年に119万3000トン。 平成23年に121万5000トンと年度ごとにやや増減があるものの相対としてはこの20年ほぼ横ばいが続いている。しかし主食である米の消費量が減少を続けていることから相対的にパンの比重が増加し2011年度の総務省家計調査においては1世帯あたりのパンの購入金額が史上初めて米を上回った。フランス ドイツ、イタリア、イギリス、ロシア、フリエープ、これら諸国では、パンと塩を用いて、お客さんの正式歓迎をする。北アメリカ、アメリカ合衆国とカナダでは、イーストの代わりに重曹とベーキングパウダーで膨らませた、発酵いらずのパン、クイックブレッドの種類が豊富である。 南アメリカ、カリブ海諸国、オーストラリア、インド、中近東、アフリカ、中国、香港、台湾、韓国。ホームベーカリーがなくても家で簡単に焼きたての味が、味わえるパン、パートベークドブレッド、パートベークドブレッドなどもあり、半焼き状態で売っていて、オーブンでさらに焼いて食べる。 農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律、JAS 法及び包装食パンの表示に関する構成競争規約に基づき表示が決められている。JAS 法では原材料や製造方法に応じて食パン、菓子パン、パンの3つに区分される。さらに市販食パンについては上記構成競争規約による表示内容が決められている。 しかし、原料の一つである工房をどのように表示するのかの規定はない。一般は、世界の多くの地域で基本的な食料として重視されていたため、しばしば文化的に象徴性を持った。アブラハムの三宗教においては、象徴として重要であり、宗教儀式に使用される。生産において重要な意味合いを持つ。生産は、聖教会では、生体礼儀、 カトリック教会では、ミサ、聖公会、アングリカンチャーチやプロテスタントの一部では、生産式という名で行われ、いずれも重要な意味を持つ。生産で用いられるパンは、ウェハースのような形状で、カトリック教会ではこれをホスチアと呼び、生産式で性別されたパンを生体という。ユダヤ教においては、安息日やユダヤ教の祝祭日にのみ食される肌と、 呼ばれるパンが作られている。ローマ帝国においては、社会保障の一環として、ローマ市民権保有者のうちの貧困者に、パンの原料となる穀物の無料給付が行われており、同じく異性者によって市民に無料で供給された、検討支持愛や、選挙層と並んで、市民を政治から遠ざけるものだとして、同時代の詩人、ユエナリスが、パンとサーカスという表現で批判した。 この表現は21世紀の現代においても犠牲者による人気取りや愚民政策を批判する語として存在している。また、フランス革命時に王妃マリー・アントワネットが困窮する民衆に対し、パンがなければケーキを食べればいいじゃないと発言したとされ、フランス革命時のエピソードとして非常によく用されるものの、実際にアントワネットが このような発言をしたという証拠は見つかっておらず、後世の総話だとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。